テーマにテこ入れ。今から5年前の2017年にボルボが発表した電動化の宣言には多くの人が驚かされたはずだ。2年後の2019年には全てのラインナップを電動化すると宣言したのだ。当時のボルボは新世代ボルボとしてすでに勢いづいていた。 それでも電動化と呼べるものは前輪をガソリンエンジンで、リアを電気モーターで駆動する T8 ツインエンジンがあるだけ。それもエコのためというより、非力なニエル直四エンジンにスーパーチャージャーとターボでありったけのドーピングをして、フラッグシップに仕立て上げる方策としてのハイブリッドに感じられた。けれどそこから今日までの自動車界電動化必至の流れはご存知の通り。 当のボルボは日本市場では目標よりも1年遅れてしまったが、2020年にはラインナップのすべてを 48V マイルドハイブリッドやフェイによって電動化することに成功していたのだった。そんなボルボの電動化ブランドに向けた次なる一手が、昨年登場したボルボ初の BEV-C40 リチャージだ。 さらに今年1月には90シリーズと60シリーズのプラグインハイブリッドモデルの改変を発表している。つまり T8 や T6 と銘打ったモデルの大幅改良である。今回試乗した V90 リチャージプラグインハイブリッド t 8 a w d はビッグマイナーチェンジとも言える変更が施された V90 シリーズのトップモデルである。普段はガソリンいらず、 ニュースパプラグインハイブリッドと名付けられたボルボの新フェイシステムにはかなり大きな変更が示されている。見える直四エンジンからはスーパーチャージャーが外され、その低回転域の穴を埋めるため、しすぐクランクインテグレーテッドスターターモーターの出力が 46PS から 71PS にアップしている。 同時にリアモーターも 87PS から 145PS まで増強。さらに走行可能距離を伸ばすため駆動用のリチウムイオンバッテリーの容量は約60%のアップとなり、以前は 45km だった EV モードの走行可能距離、10日 EV レンジが 75km にまで増加している。45km。 実際はもっと短いはずでは、自宅でよほどきっちりと充電をしておかないとすぐに普通のガソリン車になってしまいそうなもの。その点、7 5トルもあれば現実的に近場の普段使いはガソリンいらずという EV ライフを送ることができそうだ。今回 V90 の市場は都内から箱根までの工程だった。都内で走り始めた時、 ワンペダルドライブの自然なドライブフィールに驚かされた。シフトレバーで B ポジションを選び、センターディスプレイでクリープをオフにすると、スロットルペダル一つでスピードを完全にコントロールできるようになる。ドライブモードはハイブリッドだが、優先してモーター走行を行ってくれるので、都内の下道を走る限り、運転感覚は BEV そのもの。 つまりガソリン車よりはるかに静かで、スロットルの踏み始めから力強いのである。ワボンこそボルボの正当派。透明高速に入ってペースが上がりエンジンが介入し始めても、V910 リチャージプラグインハイブリッド T8AWB の静けさは変わらない。2 1 3 0ラムという重めの車重は、 しっとりとした乗り心地を生み出しているだけでネガティブな印象はない。深くスロットルを踏み込むとキーエイトらしい 462PS の合計出力が炸裂するがターボの谷間をモーターが埋めている感じでマナーの良さは変わらない。今回の 100km ほどの市場で最も関心させられたのは VEM ビークルエネルギーマネージメントという機能だった。 ナビで行く先をセットすると、フェオのエネルギー消費を予測し最適化してくれる機能で、目的地に着いた時にきっちり電力を使い切ってくれる。飛ばして走ったらガソリンばかり減って電力が余っていたといったことがないのだ。またパワートレイン以外にもう一つ、インフォテインメントがこれまでのセンサスから Google ググインフォテインメントに変わったことも使い勝手に。 変化をもたらしている。コンソールの表示もより直感的なものに変わり、音声認識やナビの精度も向上していた。今回は V90 と同時にやはりパワートレインが刷新された V60 にも試乗したのだが、個人的には V90 の印象が良かった。余裕のある室内空間や落ち着きを払った走行マナーが、 740とか960といった角張った往年のボルボワゴンを彷彿とさせるからかもしれない。今時のクロスオーバーモデルも魅力的だがボルボといったらやっぱりステーションワゴン。未だにそう信じているアラフィフ以上の車好きにとって、着実に電動化が進んだ V90 シリーズのトップモデルは最高の選択肢に違いない。 ボルボ V90 リチャージプラグインハイブリッド T8AWD インスクリプションのスペック価格1054万円全長 4945mm 全幅 1890mm 全高 1475mm ホイールベース 2940mm 車両重量 2130kg パワートレイン直列4気筒 1968cc プラスモーター最高出力 318PS6000rpm 最大トルク 40.8kgM22005400rpm 最高出力モーター小化口割りコロン 52kW71PS 3千四千 4500rpm 前、プラス1 0 7キロワット百 145PS、3280 14、32 15900rpm 5。最大トルク、モーター昇格口割りコロン 16.8kg、M0、3000rpm 前、プラス 31.5kg、M0、3280rpm。 充電電力使用時走行距離 75km ギアボックス電子制御前進8速オートマティック